で、なんか、うん、なんかみんな近いよ。はい。なんか、よくわかんないけど、うん、穴ぼこだらけの手だね。123とか、うん、2差しとか。ね、そう。暇だからなんかさ、うん、3出たら泣いてみるか、暇だし。暇だしね。みたいな感じですね。まあ、ちゃんと、ドラロマンとかちゃんとにはしづらいね。ちゃんとは難そうだね。来ましたね。はい。ちょ、つむれないよね。はい。ポン。パペンさんは払ってきたね。うん、はい、初ポン。あ、なかなか積もれない。積もれないね。うん。はい。よく注文れたと思ったら。注文れたけど、これ注文が泣かすところに、この手配。ペンターをいきなりターソードしから入ってて、うん、2フールをされて、この手配。ションパイトンが出てきてんだよ、もう。はい。ションパイトン。うん、あります。何切る？うわ、これ、地獄の何切るの時間じゃん。地獄の何切るの時間始まりました。始まったね。はい。いやだよ、俺これ何切れやりたくない。だってこれ毎順続くんだぜ。毎順続くよ。やだ、やりたくない、やりたくないよ。これどうすんの、どうすんのこれ。ちょっと何切るか考えておきます。ちょっとおしっこしてきますね。おー、これどうする、これ皆さんどうします。パーピン合わせるか、パーピン合わせるか、ヤンピン、いや、ヤンマンまだちょっと使いたくないですね。あー、そうです。うん、あ、でもヤンマンとかもなくはないね。うん、ヤンマンとかはでも結構あんのかな。でもヤンマンだってパーピンじゃない、やっぱ、ね、だってこれ折り切らなきゃいけないもんね。そうか、そうか、うん、パーピンな気がするな。パーピン中でレッスンとかもわかんない。もう何にもわかんない、ね、何もわかんないけど、やばいことはわかる。やばいということは結構できてるそうだなっていうのはなんかわかってるから、うん、打たないことが最善な気がするので、ならパーピンか、うん、パーピンか2枚乗ってるよりアンピン、うん、行ってみて、うん、で次手出しが入んなければパーピンを打つみたいなのもあるよね。うん、なんかこれふわっとヤンピンとか打っちゃうか、パーピン切りそうっす。皆さんはどうでしょうか。数層とかもスポークにあってますが、数層もあるね。イーソーとチーソー持ってるからね、数層いけたらイーソーとかもいけるもんね。うん、いいと思います。お、うん、2枚いけるのとかをいくのは結構あれだね。確かに、正直攻めるうん、ね、よっこいしょ。僕は、はい、お待たせしました。パーピンかリャンピン。はい、私、はい、パーピンか、パーピンか、パーピンか。正直さんは数層もあるから、数層もあるかな、はい、そうですね、イソとかあるからね、はい。ここはですね、はい、私は数層にさせていただきました。はい、あ、数層、おー、素晴らしい。これもう無理ですから、うん、こんなもん無理ですから、はい。あ、ゲンタさん来ました。ん、ゲンタ、ゲンタパーピン、流れでもいいよ。いや、もう何気にも流れでもいいやでしょ、こんなもん。何でも全部一緒だよ。そう、何ゲンタレース流れでもいいやね。流れでもいいよ。リャンマンだけじゃない、泣かれたら嫌だなっていう。泣かれたら嫌だな、リャンマンで。でもなんかこれだって折り切れないもん、ここで。折り切れないからね、うん、結局さ、リャンワントントンみたいなって、もう地獄、うん、あ、まあ、パーピン、リャン、パーピン、そうか、リャンワンないね。うん、あ、だから泣かれたくないわ、リャンワンが。リャンワンない。リャンワントントンだと、もうそれはもう M ですね。完全にです。ここでリャンワン切る人は M ですね。うん、この後の地獄のロードを楽しみたい。そうよ、もうどん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 この右と左から壁が迫ってくんだからね。その そっちは、うん、そっちのロードはね、はい、うん、こんなもん粘れねえよ。こんなどうやって粘んない、どうやって粘んない。これはね、もう、はい、ちょっとね、諦めましたね、うん、はい、なんか、あ、いいですね、うん、はい、将来的に打てなくて、うん、一番危なさそう、危なそうなやつ、うん、はい、あ、いいと思います。で、スーソン打ちますかね、うん、はい、どうや、あ、チックリ、チックリ、チックリ、あ、これでよっしゃと思いましたね。ナイスコントロールって思った。ナイスコントロール、ナイスコントロールっつって、だからこれロンだったんじゃないの、だ、ね、うん、だからもうこれで、うん、もう多分ウッチの心中やいかにやる、確かにね、ラスメンの最後の矢番でね、なんかよくわかんないけど40目で目なんか見つないでテンパイっぽいやつがいるぞと。でもこれ2000点ってことはあんのかい、
ねえ、うん、まあ3食まんべんなくだったら仕方なくあるけど、ね、3食まんべんなくでマンズがあったらこうはならんっぽいっすね。そうね、うん、ピンズが入ってるのかな、まあ、ピンズ町の2000点は一応あるか、うん、うん、そうね、確かにね、うん、やってやりました、うん、やってやりましたね、やりましたよ、はい、あとはもう、うん、シンプルに、降りていくだけ、シンプル、はい、シンプルに他の人の、うん、攻撃にも、うん、備えながら、うん、降りていく、丁寧にね、丁寧にね、はい、ね、ピン通った、あ、リャンピンも通ってる、リャンピンも通ってる、リャンピンだね、ね、うん、はい、丁寧にね、このトーンは宝ですからね、そうね、なるべく宝を手放さないようにね、こんだけはもうへそくりみたいな感じだよね、はい、うん、C1 も通っている、いいね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 、アローガンも通りましたね、よかったよかった、はいはい、オッケー、はいよ、ハクも吸収していく、吸収していくはいはい、これハクの枚数によってね安心感変わりますからね、はい、はい、こういうベタ折りが楽しいと思うようになれば一人前です。それはもう一人前ですね。うん、確かに一人前ですね。一人前。ゴール順番で切っていく。うん、えいえい。でね、まあ3番は通るんだよね。うん、ほうほうほう。うん、ああ、そうね。そう。結局さ。うん、3は当たる形がないからね、うんうん、いきなり1点3を落としてるから、うん、無理だね、うん、シャンポンとか、カンチャンとかそういうのでも当たんないから、うん、3ワンはいつでも打てるんだよね、うん、だからちょっと3ワン打ってどこで困ったふりをするかみたいなのぐらいですね、うん、見せどこはね、見せどこは、はい、うん、でアンズを打って、で一応僕もただベタ折りじゃなくて、うん、あの読んでるぜっていうのをちょっとアピールしたい。それぐらいしかやることないんだから、ね、やることないから、ね、やることないんだから、やることないからね、こっちはもうこっちはね、うん、はい、アピール様です。アピール様です。いいんじゃないですか、うん、はい、いいと思いますよ、うん、ね、アピール様、せっかく町やってるんだから楽しんでやろうよ、ね、楽しんでやろうよ、うん、っつってね、もう絶対通る早いわ打ってる、そうだというか、まあまあまあ一応ね、うん、まあスーパーでこれでも全部打てなくなって、うん、まあ確実に打てるのトンだけになってますからね、うん、一応ねペータン機みたいな、ね、ああ、あれそうだね、今シャマハブ取ってなくてトンしかないんで、うん、まあこうトントンと打った後になんか三ワン短期でリーチとかって言われて三ワン短期で打っちゃうと困るから、うん、三ワンですね、そうね、はい、すいません、アピールプレイじゃなかったですね、うん、はい、確かにこれは三ワンがいいかもね、うん、そう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 、ゆうくんには絶対通って、うんうん、まあだからこれでここでトンを打たずにね、うん、3ワンを切ることによってまあ200年に1回ぐらい得しますから、そうね、うん、ってやつですね、はいはい、トン、ウーピン出てきた、ウーピン出てきたね、うん、はい、で最後トン打って終わりかな、はい、この曲ちょっと打ち返すか、うん、ウッチが、うん、何、そう、まあ、うん、めちゃくちゃ考えてたね、切り抜かれてたんですけど、うん、ハクを打つか勉強できたとか、あ、そういうこと、そう、いや、ウッチがさ、うん、この曲なんか結構ね調校をめっちゃ調校してたんだよね、めっちゃモジモジしてた、めっちゃモジモジしてたんだよ、ハクを打つかどうかだったの、うん、ハクを引いてしもたね、ハクを引いてしもたんだ、うん、ウーピンのところが、まずね、ウーピンのところがあるね、うん、はい、俺打ってもいいと思うんだよね、いいんじゃね、ラスメの親、ラスメの親、うん、僕はいいと思う、これは打っても、うん、まあ楽屋では堀さんはこれは打ちていたっていうね、うん、さっきおっしゃられてたんですけど、うん、打ってもいいよね、うん、ドリブンズはもうみんな音音音音音音音、しょうがないよしょうがないよねっつって、そうだよね、しょうがないよねってみんなでね、うん、あいやー、こうしたらさすがに役割の方に取るかね、ってか、うん、うん、まあ一応ウーピン中筋登録になってんの、ウーピン中筋、いや中筋ではないね、パーピンはスーソーチーの前だね、いや、え、
流派ポンされてパーピン打つす、あ、そうか、そうだね、そうそうそう、そうか、中杉トルクンじゃないね、うん、だけどリャンピン通ってるんだったらウーピン相当通りそうだね、だけど、まあ、まあまあまあ役割の方するよな、3個にするよね、うん、3個のカウアにするんじゃない、カウアにするよね、白、うん、切ってたとしたらね、うん、カウアになってロンデス、ロンデスだ、うわー、大違いだね、大違い、ここからもね、結構いろいろ調査されてパーソを引いて、パーソを引いて、テンパり返しましたと、スーチーピンパーソ、うん、そうか、でもこの時には、うん、もう結構通っちゃってたよね、いや、そうだよね、そうなの、だからもう満点がなくなっちゃって、サブローピンかスーチーピン、うんって感じやよね。あと、まあ、ソーズまたぎあるか、うん、ウッパッソーだと間違え、ん、あ、ウッパッソー、ウッパッソーだと、あ、ウッパッソーもあるか、うん、うん、あの食い伸ばしというかね、うんうん、それはある、食い伸ばしだね、うん、ウッパッソー、ロックスソーは残ってるか、うん、結構通ったんですよね、うん、ちょっと白の濃度が上がり始めたところ、うん、うん、なんで、ウッチーさ、ヤクマンウチャ美味しいのにヤクマンウチャまた CM 撮れんのにね、いや、だからこれ、通って上がれりゃ美味しい、うんうん、打っても美味しいの、うん、どっちも美味しかったのに、ウッチーね、ごめんなさい、ウッチーほら、ほら怒られるぞ、すいません、怒られるぞ、すいません、すいません、心にもないことをでもこれさ、パーソンのとこウーピンもあるよね、ウーピンあるね、だってあの赤ウーピン またがないんだもん、うん、あのうちの 目から見て、そうね、うん、だからリピンとかはね、もしかしたらワンチャンスで普通に当たるかもしれないけど、うんうん、パーソンも通ってないもん、ね、うん、赤ウーピンもまたがないから、うん、僕ウーピン切るかなと思って見てた、うん、考えるんだったら、うわ、でまた、ああでまたか、うん、さっきより街は悪くなってる、嘘風呂で使われてるから、打点は上がってるから、うん、うん、でしかも濃度が上がってる、うん、3品が通って、ああ、ま、3品通った後か、うん、もうここまで来たらもう無理じゃない、うん、結構じゃない、そうだね、うん、でもローソーとかもさ、うん、でも6級ソーがスッチピンか、うん、6級ピン、うん、みたいな感じになってるのか、うん、かもしくは G 待ちだね、そうね、へ、うん、でウーピン手出しされて、うん、ウーピンシャンポンじゃなかった人がウーピン手出し、おこれローピンシャンポンかカンパーピンじゃないですかみたいな、なるほどね、あこれヨガヨならか、うん、えいやスダンコの手順はないか、うん、スダンコの手順はむずい、あでもまあウーピンいってるとウーソーいければ、あでもそっか吐く、そうね、うん、ウーピンいってローピンいって吐く、でも吐く打てないな、もうそこまでいったらウッパソーシャンポンで、うん、無理だった気がする、うん、吐く短期テンパイがいいとこじゃないですか、いやでもツモスだったら打つんです、あそうかツモスだったら打つか、うん、いやでもじゃあまあじゃああるかもね、うん、いつあるか、絶妙なバランス感覚でパク打てれば、うん、打てればね、うん、積もす3点だからなら、まあまあみたいな、難しいか、うん、はあこれ大変だったね、うん、はい。